梅バターの傍らの畑で採集用に残していた高菜の花ですね。これと大株は3つ残しておいたんですね。これ、これなんかは私より背丈が高くなって花を咲かせていますね。これはやや小さいので残すつもりはなかったものなんですが、あともう一株、これは私の背丈ぐらいですね。1、2、3と2株残してて、このように花が咲いていますので、アブラムシも来ていませんし、採集には十分ですね。これはもちろん炊いて食べたりもしますが、漬物にしておいて高菜飯、めはり寿司なんかにするときには重宝しますね。何しろこぼれ種を並べただけで十分収穫できますし、ほぼ確実にこぼれ種からたくさんの苗を出してくれますから、とてもありがたいものですね。